どうもパチオです、えー、今日はね母の日なんですよね5月9日だっけ10日だっけ、えー、9日だった気がするけど <laughs> あのー、母の日なんですよねっていうことでねまあ YouTube で喋ったことあるかもしれないんだけど、えー、母親のことについて喋っていこうかなと思いますとまあ僕の近況みたいな感じの流れになるのかなとは思うんですけど、えー、僕はね あの小さい頃は割と母親には懐いてたと思います、なぜ人見知りが激しいんでね、まあ大体あの母親の後ろにひっついてみたいな、で人がいないとなんかあの活発に動き回るような、そんな子供だったんですよね。<laughs> あの <laughs> うん だから、本当ね、友達もねあの、幅広い友達がっていう感じではなくて、近所の,子の仲のいい子で遊ぶみたいな感じだったんですよね、まあ、おいおいね、割と外交的な性格にはなってくるんですけど、まあ、真の部分ではね、そういう感じの人間です。でね、母親もね、まあ、あの好きだったっていうのもあるし、あのー、うちの親父がね、なかなかに。 あの怖い人だったんで、あのまあ、僕はねあの、うちの親父のことを暴力公務員って言ってるんだけど、あのあのそんな感じで、まあねあの、どっちかが怖いと、ね、どっちかによるじゃないですか、まあ、そういう感じでね、母親の方にあに割と。 ぺったりだだだんんんですけど年齢いくごとに、まあ、小学校の高学年ぐらいからかな、まあ、思春期を迎えるにあたって母親のことが嫌いになってきましたね <laughs> まあ理由はいろいろあるんですけどあのー、まあ、あのー、口で言ってることと行動が一致しないというかなんか自分のことばっかり考えてるみたいな,なんかそんな風に見えちゃうんですねまあ実際そんなことはないと思うんですけどね まあだけど、まあ、失礼ながらそういう風に思っちゃって、まあだん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 嫌いにっていったんですね。で、それはね、どっちかっていうと、今も継続中で、あの僕うちの親父っていうのはね、あの割とひどい人間だと思うんだけど、僕は。あのぶれないんですよね、全然。で、ぶれない上に、割とね、その、 要するに仕事絡みでその周りの人間に対しては人望があるんですよ。というところで、まあね、そ,のそれなりに、ねまあ、その周りで、ね、そういう,そう,いうなんか、ね、変なことはしてないという、周りからある程度の信頼を受けているというような人間であって。まあ、そういういだと やっぱね長い付き合いというか、まあ、長い付き合いって言っても、16歳でいなくなって、俺がね俺が家を出てっていう感じになると、あのーまあね、付き合いなくなってから、ね、僕らもう大人になってずっとさ生活していく上でさ、まあ、うちの親父もむちゃくちゃだったけど、まあねその昔で言う亭主関白みたいなものの延長戦だと思えばいいのかなみたいな、多少の納得はするんですよね。 ただね母親の方がねどうも言うことがねいろいろ気になっちゃってまあ心配してねいろいろねメールしてきたり電話してきたりしてきたんだけどまあそれでもねなんか僕の中ではなんかあんまりね気に入らないというかだからねどあの母親のに対する気持ちと父親に対する気持ちが今イーブンに近いぐらいまでまあ母親派だったんだけどなんかそんな感じになっちゃいましたね。 でまあどっちかっていうとっていうかまあ両方とも一応好きではないぐらいのポジショニングですね、今。で、おそらくあの僕、あの今、パッと顔を合わせたらあの普通に大人としての会話はできるんですよ、なんだけど、あのそれがさ、何日か一緒に過ごすとかさ。 そういうい話にになったらら確実に喧嘩するからさで昔でもさ、俺、殺したいと思ってたぐらいのことがあるぐらいだから、あのー、今ねちゃその、殺せる体力がついちゃったわけよ、僕の中で。あのーまあ、うちの親父にひょっとしたら勝てないかもしれないけど、あのー、武道とか結構やってる人だから、まあそれでももう70超えてくるわけで、でうちの母親にいたっちゃね、70前の100ね、あのー、 おばあちゃんなわけでまあね、あの40過ぎた男はさ、あの70手前のおばあちゃんに勝てる、勝てないっていう話をすること自体がもうナンセンスじゃないですか。あのっていうことでね、あの本当にあのマジで血で血を洗う感じになっちゃうから、僕はね、一生会わない方がいいと思ってるんですよね。ままあそんんなな母親なんだけど、まあ 全く連絡を取ってないわけではなくて <laughs> 年1、2年1ぐらいで、えー、メールが来るんですね、まあ、正月か僕の誕生日である8月1日かのどっちかなんですけど、で最後に連絡取った時はどうだったかな、あの <laughs> 多分妹があの結婚して子供をあの僕にとってはめいっ子になるんですけど、りんちゃんという名前のめいっ子が生まれたよという話だけは一応聞いてるんですね。<laughs> で僕はそれ非常に嬉しくてね、まあ、ね、妹とね別に仲が悪かったわけではないんで、あのー、ね姪っ子の顔はいっぺん見てみたいななんては、一応は思ってるんですけど、まあねでも,でもそうするとね、うちの親族っていうか、家族ともつながりができちゃうんで、まあそれはそれでまあ別に面倒くさいしいいかなみたいな、そんな感じはあるんですけど。で ねまあ、今日母の日ということで母に感謝をする日ですよね母親に対してで感謝することあるかなっていう話になるとやっぱりね産んでくれたことなんですよえっ、ー、とね僕ねあの基本的に今ね僕すごい幸せなんですよ <laughs> あの <laughs> まあ生きててさいろいろあったけどさで今結果僕がさやりたいことをいっぱいあってさ何な,ならやりたいことできてるから幸せじゃないですよあのやりたいことを ねえあのそんななな毎毎日毎日でできるわけいいじゃないですかやっぱりさやりたいことをするためには毎日毎日働いてそれで休みになったらその出かけたりとかねまあその休みそして仕事の合間を縫ってゲームをしたりとかさやっぱその毎日毎日やりたいことだけをやってるわけじゃないんですよあのや,りやりたくないけどやらなきゃいけないことっていう方が世の中にはいっぱいあってさやっぱそれに合わせて生きていくわけなんですけど。 でも、そのやりたいことがちゃんとやれてるということで、ものすごい幸せなんですよ。で、僕がなんでやりたいことをやれてるかっていうと、あの家を出たことってのがかなり大きいんですよ。もし,もし僕が家を出,出ずに、そのまま親元にいたらあの、やりたいことはやれてなかったはずです。ま,まず間違いなく。まあ、その代わりにねあの、幸せな結婚生活を送れてた可能性は結構あるんですけど。あの <laughs> まあそこはそこで置いておいて <laughs>、でもそれもねあの親がすぐ近くにいて、ずっと親,の世話まあね親は世話にならないみたいなことを言うだろうけど、ずっと親族付き合いを続けなきゃいけないわけで、それってものすごいストレスなんですよね。僕にとっての幸せって、一番大事なことって、自分が自由であるかどうか。 あの今してる自分の行動が自分の意思でできてるかどうかっていうのが一番大事なんですよ。あのーまあ、それこそやらなきゃいけないことっていうのも今僕は自分の意思であこれはやらなきゃいけないから、あのー、やりたいことを我慢してでも頑張ろうっていう自分の意思を持ってやってるんですよだから納得してるんですよだからそのやる以上は目いっぱい頑張ろうっていうことで仕事も目いっぱい頑張ってると。 でそれが例えば親の指示っていう話になったら果たしてこれは俺本当に俺がやりたいことなんだろうかっていう話になってあの自分が立ち行かな,なくなるんですよまあ正直ねその学校を辞めて家を,家を出たっていうその流れがまさにそれであの基本的に僕は中学出て働くつもりだったんですねでうちの親父はあの金がかかんないんだからそれでいいんじゃねえかぐらいの あのまあ、子どもの教育にあんまり興味がない感じなのねでそ。なんだけど、うちの母親が無理やり僕を高校に入れようと画策していろいろ動いたと。でその結果、僕は受験をすることになりあの下げたくもない頭を下げてうちの親父にあの学費を出してくれって頼んで高校生活を始めることになったと。で まあいろいろあって、あまあいろいろあってのところは、まあ基本的にあの親族である、うちのおじいちゃんが亡くなったりしたことが一番大きいんですけど、でそうすると、あの行く意味があんまりね、あの行く意味が感じられなくなって、まあこれで行く必要ないんじゃね、そもそも俺行きたくねえしみたいな、だからそもそも俺行きたくねえしの部分がすごくでかいんですよね。で、それを、あの、<laughs> 一応、としてその、まあ、行く理由として奮い立たせてたのがいわゆる世間体世間体だったりとか、まあまあ、うちのおじいちゃんにとって僕が一応あの本当は違うんですけど初孫に当たるとでその初孫がいきなり高校行かずに中卒ではっていうのもちょっとあれやろうというでっていうのもありつつ で言うなら、うちの親族の、あの母方の親族ってねあの、いとこそういう子多いんですよ。<laughs> あの、うん、学校行けるのか行けないのかな、みたいな。なんかそういう子多いんで、まあ、その当時、でもあの、うちの親族間ではかなり心配されていた、いとこたち全員が。<laughs> <あの笑>まあ結局ねあの、うちの妹なんかは短大まで行きましたけど、ね、うちの弟だって高校行ってないわけだし、 まあ、その予想はね、だいたい当たってるんですよ。で、うちの、ね、あの、お母ちゃんの妹に当たる親族のいとこんとこも、まあ、こうこう行ったのかな、行ってないのかな、俺行ってない可能性が高い気がするんだが、まあ、なんせ家出てるんで情報がないんですけど <laughs>、っていう、なんかそんなような状態で、あの、まあ、基本的にね、あの、 おばかな、おばかというよりも、なんか集団生活が向いてないというか、なんかそんな感じの子が多いんですよね。あのー、ドヤンキーだとかそういう感じではないです。なんだけど、あのー、もう、俺みたいにフラフラーっとしてるような、まあなんかそのね、この親にしてこうあり、この子ありじゃないけど、まあ逆にね、うちの親ってのはそういうものすごい学歴コンプレックスであれなんですけど、あの、 まあ自分がその中卒であの看護婦として働いてるもんだから、あのそれで、あのーね、あの看護学校行って、看護、準看護婦、まあね、準看護婦もおいおい、性看護婦になれたということで、わ、まあ、割と年齢いってから性看護婦として働くみたいな、まあ、そういう流れだったんですけど。 だからその段階でもその自分が循環婦だったもんだからその性看護婦であるか普通の看護婦さんに対してものすごいコンプレックスを持ってたんですよね。まあ、その話は僕もね、あの子供の頃に何度も聞いてるんですけど、うん、だからね、あのそういうところがあってね、あのーまあ、だ,だからそのね。 そういうところをなんか子供に押し付けしっぱなしじゃねえかなとは思うんだけどまあでもね、あのー、そういう風にに、ね、そういう肩書きみたいなのにとらわれずに僕は生きていきたい感じなんですけどねでねその結局ねそうやって、ね、いろいろあったんだけど僕今ねじ全部自分の意思で行動してるんですよ、あのー、それこそね仕事はね人の紹介で でまあ流れで入るみたいな結構うやみやーな感じで入ってんだけどあの <laughs> <laughs> まあまあよう考えたら自分の意思で就職活動したことを今までにあの1回しかないな <laughs> 仕事は4回ぐらい変わってるのにっていうまあね僕が友達にも恵まれてるっていうのもあるんだけどでその与えられた状況で精一杯働くっていうことはまあ割とできる方なんですよだから,だから その今ね、そのまあ、やらなきゃいけないなってなって頑張ってでだからそ、そうやって頑張ってたらさ、あのこうやって余裕ができて、なんかこうやって、あなんか他に何かやりてえなー、YouTube やりてえな、みたいな、じゃあ今度山登ろうか、みたいな、あ昔山登ってたからなって、で山登ってみたりとか。 でうわーなんか急に釣りしたくなったよーっていきなり夜中に釣り行ったりとかあの <laughs> そういうね結構むちゃくちゃなあやりてえって思ってその、ね、リスクとリターンっていうかさ、まあ、リターンはあんまりないんだけどさ自分の願望が満たされるがリターンなんだけどでそのーリターンを満たすためにさある程度のリスク,リスクというかさその取ったりとかそのやらなきゃいけないことをちゃんとしたりとかさそ他に。 あのそういうことをねちゃんとやって生きてけれてるんで今、うん、すっごい幸せなんですよだから自分の意思じゃないことをやるっていうのがものすごい逆に苦手あの人になんかやれって言われてやる、うんま、ただからそれ仕事でも苦手だしなんなら俺顔に結構出ちゃうからあのよくないんだけど <laughs> あの監督さんとか所長さんとかがなんかさあのー まあ結局、長い付き合いだとさ、うちの会社と長い付き合いとかだと、なんか結構もう下に見てる人間とかいるわけよ。で、そういう話になるとさ、もう,もう鼻からそういう風だと、僕すぐ顔に出るんで、それは良くないなぁとは思うんだけど、まあでもね、あのー、まあそういうところを除いて、あのー、今本当に自分ね、こんな毎週毎週ね、夜出かけて、ね、YouTube ちょっと撮ってみたりとかもさ、 <laughs> あの本当これも楽しいしねでねああ今日まだ全然ゲームやってないやゲームやらなきゃみたいな <laughs> そんなバカみたいな話してみたりとかうんだからねめちゃんこ楽しいし、うん、今幸せにやってますよっていうことでねあのー、本当に産んでくれたというただ一点に関してはめちゃめちゃ感謝してますだからね 俺このまんま感謝し産んでくれたことは感謝してるよっていう状態で一生を終えたいんですよだからねやっぱりその年一とか2年一ぐらいでメールでのやり取りするぐらいが一番幸せな最後じゃないかなって思ってます まあ最終的にね、あのどっちかが死んだ時にね、どうするかは分かんないんですけど、まあ僕は会わない方が幸せだと思ってるんですけど、向こうが恋って勝手に言うかもしれないからね、その恋って勝手に言われた時に、その向こうの都合で恋ってね、例えばその葬式だから恋みたいな、いう話になった時に、僕の意思じゃないあの感じで動くわけじゃないですか。僕、世間体とか一切気にしないタイプなんで、あの長男が別に出なくてもいいと思ってるんでで。 ね、もうそんな何十年も延期って会ってない人間がいきなり孟子として現れたらおかしな話じゃんかそっちの方がっていう風に思うんででそれがさあのー、でそういう話になるんだったらあのー、ね絶縁した方がいいんじゃねえかなとは思うし <laughs>、ね、やっぱりあの僕を自由な状態にしといてくださいっていうのが僕の切なる <laughs> 今のね 願いだったりしますじゃあこれで終わりにしましょう以上パチョでしたバイバイ